もう近いんですけどね。はい、今1号分、はい、五条でございます。あの上が道村さんの墓があるんだけどね、わからんか。もう近いんだけどね、今1号分、あのこれやな、はいはい、これですね。ここはええかな、道路かな、これ。あれ、ここは自宅かね、これ。今1号分、これもうちょっと向こうの道歩こうか。あ、これ車入ってるね、これ。これですか。見た感じ円墳でございますね。ええ風やろうか。なんかちょっとええ風にしたらいびつやけどね。ああ、入れないか。それで、これは。はい。これ前方後円墳？前方後円墳にも見えるね。入れないか。おそらく前方越えの方が高かろう、これは感じ的にはね。なんでかというとね、手前をね、手前ずーっと削ってますよね。こっちが方墳でね、奥が円墳やろ、確認できるかね。確認できんか、これからどうかね。いやー、形わからんな。この前たらも円墳やもんな、これ。ちょっとわからんか。わかりまへんか、ちょっと。いや、これは前方後円墳ですわ、間違いなく。前方後円墳はね、こうあってもうちょっとあったんやろな。そうすると今これが20メートルぐらいあるから、高さがね50メートルぐらいあったかもしれんな。まあ1号墳でございます。全然入るとこないね。間違いないね。前方後円墳です。これ見るとだいぶね、削られてますね、こっちもね。はい、間違いないね、はい。間違いありませんでした。これやっぱり前方後円墳ですね、間違いないね。はい、今1号墳でした。あの山の上にね、ムチムラさんの墓があるんだけどね、どの辺が分からんな。分かりませんか、はい。あれあれ、あれがね、前方後円にそっくりなんだけどね。